せいたします。剣道第4試合場、男子の部、大阪府警察川口選手対神奈川県警察亀井選手の試合は、大阪府警察川口選手の勝ちとなりました。Thank you.
大阪府警察富山選手対宮城県警察遠藤選手の試合は大阪府警察富山選手の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。